こんにちは、アラサー夫婦です。今回は VYM 爆買いしました。2023年3月、増配、ついに VYM の2023年3月の分配金が発表されました。今年初めての分配金、どうなったのか気になりますよね。今回3月に発表された分配金は 0.7172 ドルです。前年同期比プラス 8.3% の増配となりました。ホルダーの皆さん、おめでとうございます。直近の分配金利回りは 2.78% です。ただこれは今回発表された分配金が年4回あった場合の利回りです。直近1年間の分配金から求めた配当利回りは 3.2% になります。利回りの求め方で全然数字が変わってきますよね。今回の動画では VYM の分配金を含めた基本情報や運用実績、そしてなぜ今 VYM を爆買いしたのか、これらをご紹介していきます。そして最後には投資の目安になる利回り表も掲載しているので、ぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。こちらが直近の分配金の推移です。今回発表されたのがこちら 0.7172 ドルということで、前年同期比プラス 8.3% の増配となりました。ちなみにこの動画を公開する3月17日に買えば、まだ3月の分配金がもらえますので、今すぐ分配金が欲しいという方は3月17日に買いましょう。3月の分配金は他の四半期と比べると結構金額自体が小さかったんですが、ようやくですね 0.7 ドル台まで順調に増えてきました。VYM はここ最近ずっと増配していますね。前回減配したのは2021年の6月の分配金でした。なので現在までなんと7四半期連続増配中です。もう増配するのが当たり前になってきてますね。より長期で見てみると VYM は現在12年連続増配中です。なんと2011年からずっと増配をし続けています。直近10年では分配金額は2倍にまで増えています。今年も増配してくれることを期待したいですね。こちらが利回りの推移です。シーキングアルファというサイトから引用しています。現在利回りは 3% を超えていて、ちょうどですね、コロナショック前の水準ぐらいまで上がっていますね。コロナショック後の2021年から2022年の半ばまでは結構株価も上がっていて、そのせいで利回りが低かったんですね。ようやく過去平均ぐらいまで利回りが上がってきました。こちら増配率です。VYM が減配したのはリーマンショック時のみです。2009年にマイナス 19%、2010年にマイナス 6.6% です。ただ直近あったコロナショック時ではなんと 2.3% 増配してくれました。これ素晴らしいですよね。その他の年でも直近では2021年に 6.5%、2022年は 5% 増配しています。このままおおむね 5% ほど増配をし続けてくれれば、なんと15年後には配当金がさらに2倍に増える計算になります。VYM は利回り自体はそこまで高くないんですが、この増配率の高さが魅力ですね。こちらの動画では増配率を用いた配当金のシミュレーション動画を作っているので、ぜひご覧ください。現在の高配当 ETF の株価がこちらです。VYM は現在103ドル22セント、HDV が98ドル84セント、SPYD が37ドル18セントと、年初来で結構下落しています。VYM が 4.44%、HDV が 4.6%、そして SPYD が 6.32% と下落しています。この中では SPYD が一番下落率大きいですね。高配当株 ETF が下落しているのは、何も高配当銘柄だけではなく、今市場全体が下落しています。というのも、もう皆さんご存知の通り、今、米国の銀行が破綻しているっていうことで、話題が持ちきりですよね。そして今後利上げがどうなっていくのか、めちゃめちゃ注目されています。今特に相場がかなり不安定な状況です。恐怖指数である VIX も一時期30をつけていました。VYM の株価は現在103ドル台ですが、一時期は101ドル台まで下げていました。
3月の権利落ち日直前に大きく下げましたね。 VYM は米国企業のうち平均以上に配当を支払う400銘柄以上を時価総額加重平均している ETF です。年1回リバランスがあります。現在組み込まれている上位20銘柄を紹介します。まずは上位10銘柜、上からジョンソン&ジョンソン、ヘルスケア、エクソンモービル、エネルギー、JP モルガンチェイス、金融、プロクター&ギャンブル、生活必需品、シェブロン、エネルギー、ホームデポ、一般消費財、イーライリリー、ヘルスケア、ファイザー、ヘルスケア、アッピー、ヘルスケア、メルク、ヘルスケア。次に11位から20位、ペプシコ、生活必需品、コカ・コーラ、生活必需品、バンクオブアメリカ、金融、ブロードコム、情報技術、ウォルマート、生活必需品、シスコ、情報技術、マクドナルド、一般消費財、ネクステラエナジー、エネルギー、ベライゾン、通信、リンデ、素材、この20銘柄です。ガーファムのようなハイテク企業が全然入っていないのが特徴です。各銘柄の増配年数を見ても今後の増配が期待できそうですよね。これが VYM が連続増配し続けられるゆえんです。上位10銘柄で全体の 24.7%、 上位20銘柄で 39% を占めています。組入れ銘柄は400銘柄とかなり大きいんですが、実質は上位20銘柄で約4割を占めているという状況です。セクター比率がこちらです。上位3セクターは1位が金融 21%、 2位がヘルスケア 15%、3位が生活必需品 13.6% となっています。その他は資本財、エネルギー、情報技術、公益と続いています。こう各セクターを見てみてもかなりバランスがいいですよね。3ヶ月前と比べても大きな変化はありませんでした。以上、ここまでが VYM の基本情報についてでした。動画のサムネにもある通り、先日 VYM を爆買いしました。いきなり爆買いしたっていうわけではなくてですね、事前に YouTube のコミュニティ欄やインスタのストーリーズではリアルタイムで買い始めていますっていうのをご紹介していました。結果としてはこの2日間で合計26株、約35万円分購入しました。久しぶりにこんなにまとめて VYM を購入しましたね。こちらが VYM の利回り表です。それぞれの利回りに応じた株価をまとめています。ちなみにこちらは2022年の年間配当金で計算しています。かねてからお伝えしていたアラサー夫婦が買い始めようと考えている目安は利回り 3.1%、株価にすると104ドル8セントです。これを以前から動画でもご紹介していました。なので、アラサー夫婦が今なぜ爆買いしたのかというと、シンプルに目安の株価を下回ったので買い始めた。これですね。最近よくインスタグラムでも聞かれることなんですが、なぜ買い始める目安をこの数字にしているんですかとよく聞かれます。これに関しては結構いろんな要因で決めています。例えば過去平均で明らかにこの数字なら高値掴みではないっていう水準だったり、あと自分のポートフォリオや投資方針、一般NISAの枠をできるだけ早く活用したいっていうことや、自分の余剰資金の状況ですね。こういった要素などを含めて、これぐらいの利回りなら買っていってもいいかなというふうに決めています。個人的にはずっと VYM をもっと増やしたいと考えていたので、他の ETF よりは買い始める目安の株価を高めに設定しています。今回爆買いはしたんですが、まだまだですね、増やしていきたいと思っているので、余剰資金やポートフォリオを見ながらですね、随時追加投資していこうと考えています。なのでこの買い始める目安っていうのは本当に人それぞれだと思います。例えばまだ高配当株を買ったことがなくてこれから始めるっていう方は、試しに少額で購入してみて実際に配当金を受け取る経験をする、これを優先するのもありだと思います。一方で今すぐ配当金は別に必要ないなっていう方は、今買わずにですね、いつか来るかもしれない暴落局面を待ってもいいと思います。ただ個人的にはですね、長期的な目線で考えれば、10年後からすれば100ドル前後でこの VYM 買えたっていうのは、振り返れば割安だったと思うと思うんですよね。なのでアラサー夫婦はこのぐらいの水準に設定して買い始めています。こちらが現在の運用実績です。
NISA 口座と特定口座それぞれで保有しています。現在266株保有しており、平均の取得価格は93ドル1セント、取得額に対する利回りは 3.54% です。実績をまとめると、投資額が約284万円、評価額が365万円、含み益が81万円、これまで受け取ってきた分配金の合計が14万3000円ということで、トータルリターンが 33.5% です。ちなみに3ヶ月前の時点ではトータルリターン 50% あったので、かなり下がりましたね。個人的にはもう少し下がってほしいですね。まだ今年の一般NISAの枠も余っているので、また下がるようであれば追加投資していく予定です。またその際にはインスタグラムでリアルタイムで情報発信していきますので、ぜひフォローよろしくお願いします。最後に ETF だけではなく個別株も勉強してみたいっていう方へ、こちらの無料特別レポートがおすすめです。このレポートではNISAで買いたい米国配当を厳選3銘柄が無料で教えてもらえます。すでに10万人以上に読まれている人気レポートなので、ぜひゲットしてみてください。メールアドレスを入力するだけなので超簡単に受け取れますよ。概要欄のリンクからチェックしてみてくださいね。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。